松竹動画研究所は、かつて東京に存在した、日本の映画制作プロダクションである。日本アニメーション界の草分け的存在であり、日本のアニメーション誌に名を残す傑作、雲とチューリップや、桃太郎界の新兵など、叙情的なアニメ作品を、戦時中に世に送り出したことで知られる。セルガの全編仕様などアニメーションの制作技法を、確立し、 手塚治虫にも多大な影響を与えた。力と女の世の中スチール写真小畜のアニメーション事業への参入は古く、1933年に力と女の世の中を小畜か田撮影所が制作するが、経済的事情により、わずか3作で終わる。その後、当時の漫画映画ブームに着目した小畜の大谷、広史常務の提案で、1941年5月に、 松竹漫画映画部を東京本社に設置した。この時に、正岡健三が制作責任者に選ばれ就任する。しかし、松竹漫画映画部の設立7ヶ月後に太平洋戦争が勃発、松竹は日本の海軍省より国策アニメ映画制作の命を受ける。松竹は松竹漫画映画部を松竹動画研究所に解消して、 福ちゃんの奇襲を1942年3月に公開。それ以降、戦時下にもかかわらず6作のアニメ映画作品を制作、発表している。第二次世界大戦を迎え、それまで個人工房により乏しい予算で小規模に行われてきた日本のアニメーション制作に対して、軍部より予算が投下されており、この時期に軍部が提供した潤沢な予算は、 アニメーション技術の向上につながったとの評価がある。日本最初のフルセルアニメーション、雲とチューリップはミュージカル仕立ての作品となっており、その叙情性あふれる豊かな内容から、まさ制作された当時は戦争の真っ只中であり、完成された作品も大阪の映画館一館のみで上映された。戦時中に多く作られた明らかなプロパガンダ目的の国作映画ではなく、 童話のような教訓をミュージカル仕立てで描いている点で得意な作品とされている。桃太郎界の新兵の一場面戦時色の強い繊維紅葉を目的とする内容ながら桃太郎界の新兵といった破格の作品が制作された。この作品は日本初の長編アニメーションと位置づけられており、当時の日本アニメとしては74分という史上最長の大作となっている。 この作品は、作画、撮影、録音など、技術の域を集め、王将や徴用で、スタッフが、次々とかけていく状況の中、ようやく完成に、こぎつけている。この作品が、小畜動画研究所の最後の作品となった。この時期の戦況は、悪化の一途をたどり、若いスタッフは次々と徴兵、徴用されて減っていった。その上、スタジオでは、 空襲警報が鳴るたびに、機材、動画などを持って地下へ避難し、警報解除後に、また作業を再開するなど、非常に困難な状況の連続であり、また、物資不足も深刻で、制作に必要な資材の調達がままならなくなり、質の悪いザラガミの動画用紙は、利用が終わると決して新たな動画を描き、セルも絵の具を洗い落として、 再使用するなどの大変劣悪な制作環境のもと、桃太郎会の新兵は制作されている。手塚治虫は、桃太郎会の新兵の風切り初日に、大阪小竹座でこの作品を見ている。風切り当時、彼は、大阪帝国大学附属医学専門部の学生で、この日は勤労動員の休日だった。手塚は、当時、海軍の意図した。 戦意紅葉の演出中に隠された希望や平和への願いを開始間類感激し、アニメーション制作の決意を抱いたと後に述べている。実に、終戦の4ヶ月前のことであった。桃太郎会の新兵公開後、正岡健造と、西欧高生などのスタッフは、残された乏しい機材で、僕等は海軍志願兵に着手するが、未完のまま終戦を迎え、松竹動画研究所は、 松竹株式会社に統合される形で廃止、閉鎖され、松竹のアニメ事業の事実上の終焉を迎えた。その後、独立した、正岡健造が設立した、日動映画を投影が、吸収合併する形で、投影動画が発足している。一方、松竹がアニメ事業の分野に、本格的に再度参入したのは、つい近年のことである。佐藤忠夫、 造補版日本映画史2941から1959岩波書店2006年405ページ津検診の日本アニメーションの力85年の歴史を貫く2つの軸 NTT 出版2004年104ページ109ページ戦火の中でアニメが生まれたその時歴史が動いた 3NHK 取材班編著、中央出版2000年 219から221ページ。渡辺康氏日本アニメの黎明期戦前アニメーションの流れ、日本アニメの飛翔期を探る15ページ。ありがとうございます。